天国のお父さん、お母さん、お兄ちゃんへ。地震のことは何も覚えていませんが、瓦礫の下でお父さんが僕を抱きしめて守っていてくれたんだね。そして小学5年生の湯口明君、震災では両親の節夫さん、のりこさん、6歳だった兄のさとる君、そしてのりこさんのお腹の中にいた小さな命が奪われました。どうぞお知らせします。僕たちよ、あんなにこういうのりやで、僕とママちゃん前行ってお祈りしてこないな。おじいちゃんとおばあちゃんに引き取られたあきらくんは、今年初めて5時46分を起きて過ごしました。幼くて当時のことをほとんど覚えていないあきらくんに、少しずつ震災のことを知ってもらおうとしているのです。そうだもんな。今年おじいちゃんはあきらくんを連れて行きたいところがありました。震災から9年が経ち、両親と兄の3人の名前が初めて刻まれた神戸の慰霊碑です。この日のためにおじいちゃんはあきらくんに9年前のことを少しだけ話しました。あいみょうちゅうか。あきらくん、拍手しとき。拍手しとき。お兄ちゃんやおねえ、お母さんと拍手しとき。なれつかれ。なあ。いいよ。なあ、手探りで来たけども、まあ、過ぎれば早いね。こんな大きなってもんな。ほんま。勉強、野球、何でも一生懸命頑張るところをいつまでも天国から見守ってください。最後に、おじいちゃん、おばあちゃん、いつもありがとう。湯口明。当時のことを覚えていなかった明くんが、震災10年目の一歩目のスタートを踏み出しました。